はい、ではソーセージです。今日はこう豚ミンチ、肩ロースと、バラ肉の半々です。で、脂肪が 30% になるくらい、塩と胡椒、胡椒は、まあ、黒胡椒ですよね。で、肉でよく練ると、程よい粘り気が出てきます。で、こちら乾燥のセージ、タイムで、こちらもミンチに、もちろん入れていくんですけども、いろんなスパイスあると思いますけど、まあこんな感じでいいと思います。2種類ぐらいで、パン粉で、今日はイギリス風のソーセージっていうことで、このパン粉を混ぜていくんです。ちょっともそっとした食感があるんですけども、それがもうなんとも僕の思い出の味で、マーガレット・サッチャーが首相だった30年前のイギリスで食べたソーセージです。で、トンチョウと、絞り袋、トンチョウ、幼鳥ってあるんですけども、幼鳥は羊で、羊は若干細めですので、まあ、それはそれでまた、ね、美味しいソーセージできるんですけども、今日は豚の腸を使ってます。で、セージとタイム、多分英語的にはこれセージって言うんでしょうね。 SAGE だから多分セージでしょうね。でもなんか日本語表記はいつもセージってなってます。どっちでもいいんですけども、で、ここガンガン練って練って練って、もう手が冷たくて、なんか後頭部が痛くなるぐらい、もう冷たいような中でこうやって練り上げていくんですけど、大体こういう感じでいいんじゃないかと思います。ここ一旦冷蔵庫に入れて、まあ、ことあるごとに冷蔵庫に入れまして、種を冷やしていきます。で、ここからこれですね、トンチョウで塩漬けになってるので、水でゆっくり塩をこう抜いていきます。で、ちょっと前までって言いますか、もうトンチョウってどこで買ったらいいんだって、だいたい僕肉屋に行って特別注文頼んでもらうっていうことをしてたんですけども、もう今時もうインターネットですぐ買えますもんね。もう便利な世の中です。はい、そして種を入れていきましょう。空気が入らないように入れていきます。結構大げさな機械とかありますけども、家でやるんでしたらもうこんなんて十分だと思います。で、これグイグイグイ押していきまして、まあ、ソーセージができるわけです。で、これあっという間にこういう感じです。今日はミンチ 1.5 キロ使いました。で、このケースに入れる肉の量ですけど、だいたい8割ぐらいがいいと思います。こうやって縛っていくんですけど、まあ、縛るたんびにテンションがかかりますんでね、破けないなと思ってても、まあ破けることもありますんで、まあ腸の8割詰めっていうのがコツじゃないかなと思います。で、これだけできました。なかなか爽快です。で、これを詰めたすぐ焼くっていうのもあるんですけども、これ冷蔵庫の中で一晩置きまして、こう種の味わいが落ち着くっていうか、
余分な水分も飛んだところでまた焼き色もつきやすくなりますからね。はい、ではまた明日です。で一晩経って取り出してみましょう。はい、では一晩経ってこういう感じで、もうソーセージの表面とかすごくいい感じになってますね。縛った形もこういう感じでちょっと見切れてますけど、いわゆるソーセージ型。本当は冷蔵庫の中でね吊るしておけたらいいんですけどもね、なかなかそこまで大きな冷蔵庫じゃないですんで。それでこれから焼くにあたってこの一つ一つ切り離していきます。1.5 キロで20本ぐらいできましたんで、そうすると、まあ、1本がなかなかのボリュームになりますね。はい、では焼いていきます。でフライパンの温度なんですが、これいきなり強火で焼くと皮が弾けることがありますので、中火ぐらいでいいと思います。中火と弱火の間とか、まあ、微妙なこと言うとそんなとこなんですけども、どんどん並べていきましょう。うちは IH なんですけど、まあ、中火、まあ、こんな感じだと思います。これじゃ弱いかな。繰り返しますけども、まあ、ちょっと焼いて返してっていうのは何度か繰り返していくんですが、で爪楊枝で皮つっついちゃいます。まあ、皮が弾けるっていうのもありますし、まあ、イギリス風のソーセージって言うんでしたらちょっと肉汁が出ちゃって油も少し流れてるぐらいが多分すごくいい雰囲気の出たソーセージに仕上がると思います。ここまで焼きます。もうガン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 焼いて、本当こうやって側面とかも焼けたらいいんですけどもね、こんな感じでじゃんじゃん焼いてますね。イングリッシュバンガー、いい香りが立ちますよ。で付け合わせ、これやっぱりベイクドビーンズ。もうソーセージとの相性はもちろんいいですけども、まあ毎日ソーセージなんてあるもんじゃないでしょうから、ない時はもうこのベイクドビーンズと目玉焼きだけでもう最高ですね。30年前そんなベイクドビーンズ好きだなと思わなかったんですけども、やっぱりイギリス離れてなんか時間が経つと、なんかあの時食べた味どんなんだっけなんてやっぱり懐かしくなりますよね。これです、これこれ。でソーセージもいい感じ、まだまだ焼いていいですね。はい、ではいよいよ盛り付けです。
なんかそういう意味ではお皿もなんかウェッジウッドとかあったらよかったですけどね、まあ、ないので、まあ今日はこんな感じ。いわゆるイングリッシュブレックファーストってなると、ここになんかもう焼きトマトですとか、ハッシュドポテトだとか、マッシュルームとかね、いろいろ添えられたりしますけども、あとベーコンか、もう全然もう男が家で作る料理だって、食べる料理ってこんな感じで、うん、いいと思います。これがね、皮が香ばしく焼けて、ガンガン焼いて皮のテンションかかってね、なパレーっていうわけじゃないんですけども、まあ、それに近い食感になってます。中はもうそうです、もう懐かしくて、この味が本当に本当に今回これ作って、こうやってまた作っちゃおうかな。やっとね見つかったんですよ、このレシピが。後々レシピをご紹介しますけども、もうぜひ試してみてください。はい、今回はこういった感じでした。ではまたです。